道駅伝制しました堂山義則調教師にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは道駅伝を久々に制した気持ちというのを率直なところを伺いたいんですが、嬉しいですね。最後に五十嵐ジョッキーがガッツポーズ見せたんですが、はい、あれは堂山先生に向けての多分そうだと思いますということでしたけども、はい、今回は五十嵐ジョッキーとともにですが、道駅伝にどのような形で送り込まれたんでしょうか、タイムビヨンド号は。どういうような形って、まあ2000メートルだからね、2000メートルは脈あるんじゃないかなと思ってね。ただボバとの戦いですから、ボバと2キロぐらいの差じゃちょっと足りないなと思ってたんですけども、よく走ってくれました。レース展開そのものは中段からでありましたけれども、先生の思い描いてた通りの形にはなったんでしょうか。そうですね、ちょっと打ち入るのがどうかなと思ったけども、もうそれはもうゲド出たらジョッキーですから、もう五十嵐には絶大な信頼を置いてますんでね。タイムビヨンド先生管理されてて、この馬の一番いいところというのを伺いたいんですが。まあ見ての通り勝負強さと、まあ、普段はおとなしいんですけどね、男勝りの走りというところですか。そういうことですね。はい、ちょっと早い話で恐縮なんですが、この後などはイメージというのはされてますでしょうか。この後、ね、12月7日ですか、この船橋に行く予定です。そうですか、はい、はい、ファンの皆様に最後に一言メッセージをいただきたいと思うんですが。ありがとうございます。全然インタビューになってないですけども、ありがとうございましたはい、ありがとうございました。堂山義則調教師でございました。